2021年4月20日に配信された、タリアの伝説女騎士アルカディア。PS5 版と PS4 版がクロスバイで330円です。プレイ時間1分でプラチナトロフィーが獲得できます。まずオプションを選択。スキップの項目に全チェック。テキスト送りのスピードと自動送り機能の待ち時間を右端。始めるを選択したら、R1 を押して自動スキップで放置。約40秒でクリアとなり、プラチナトロフィー条件も達成します。全トロフィーが表示されるまで約50秒。続いて PS4 版も同じ手順でプラチナトロフィーが獲得できます。おそらく最も短時間でプラチナトロフィーが獲得できるゲームです。